はい、こんにちはくんです。今日はね、ずいぶん前にやってて、続きをやってなかった、感染症を作るゲームをやっていきます。バクテリアとかウイルスとか真菌とかノオクイムシとかは以前やったので再生リストから見てください。今日はね、サルインフルエンザっていうのをね、やっていこうかなと思います。で、サルインフルエンザってまあどういうのかっていうと、ちなみに伝染病の名前も決まってます。ヒカキンでやります。サルインフルエンザはサルにまず感染させて、で、サルを動かすことによって、こう、人間にサルを媒介して広めていくっていう風なインフルエンザですね。最初の出発点は中央アフリカにしましょう。なぜ中央アフリカにするかというと、中央アフリカはサルが多いからです。ヒカキンが初めて人間に感染した。まだ弱く暑さの中でしか活動できないので、より多くの人間に感染させるため DNA ポイントを使え。OK。日本とかはね、サルいないんで、ヒカキンはジェネシスの研究で遺伝子を改変されたウイルスだ。猿の知能を高めることに成功している。じゃあ、猿の知能を高めていくか。こう進化させれるんですよね、DNA で。で、この例えば水耐性が、水で伝染したり、空気感染したり、血液感染したりだとか、症状で言うと、咳が出たり、頭痛が起きたり、めまいがしたり、光恐怖症になったりとか、します。で、能力っていうのは、この、なんだろう、暑さにも耐えれるとか、寒さに耐えれるとか、薬物に耐えれるとか。で、これは、猿神経創生期っていうのは、猿が頭が良くなって、猿が移動できたりするようになる。やってみればわかるさ。ユーロ圏は崩壊に近い。政治的な協力と自己の利益を求めることはユーロの完全な引き起こす。もう崩壊するの俺何もしてないんだけど、俺まだ。ちなみに中央アフリカ、10人に伝染病が広がりました。この猿神経創生期ってやつを使いたいんだよね。何が起こるかというとだな、猿神経創生期起こしました。で、これで、猿たちがなんか、大暴れして研究所を脱走したりだとか、コロニーを作ったりだとかできるんですよ。で、他にね、この、猿の間でウイルスが広まったりとかします。これ進化させておきますか。猿の間で感染拡大する、まずは。で、あなたはヒカキンの進化に成功した。OK。で、ヒカキンが広がり始めた。まだね、ニュース速報、中アフリカで猿が逃亡。猿の数が今60匹知的な猿がいる。当局がヒカキンに感染した猿を発見。当局による中アフリカで猿の脱走事件の調査により未知のウイルス、ヒカキンの感染を隠す。OK、OK。で、これでちょっとずつヒカキンを強くしていくってイメージですね。まず猿同士の、どうしようかな、猿たちの人間の行動への理解を向上する、人間に発見される可能性が減少。まずこれかな、このあたりかな。まあでもコロニーっていうのもいいよな。DNA を保護または生成する。コロニーにしますか。で、コロニーってのは何ができるか。あ、このアクティブ能力ってやつがあるんですよ。で、これで、猿の拠点作りますか。ヒカキンは DNA ポイントを使わずに光恐怖症。あ、まあいいや。猿のコロニーを作りました。中アフリカのコロニーに知的な猿たちが発生。209人の知的な猿グループができた。で、さっき見た、症状が勝手についたやつ。これはね、目が日光に過敏になり痛みを引き起こす。今後の研究スピードが、鈍くなるが感染力も低下。とりあえずいいでしょう。これ勝手にね、症状が追加されてったりするんですよ。だから、その危険度っていうのが上がると、対抗の薬物を薬物、これなんだけど、お、なんだ、猿が400人になったぞ。猿の数、ちょっと、猿同士のこの感染力っていうか、これだな。猿たちが人間の行動を理解する、人間に発見される可能性が減少。これ入れとこう。で、猿の集団は時間の経過とともに自動的にコロニーを移動する。どうしようかな。これ欲しいよな。認識変化。この DNA が増加すると、この進化しやすくなるから、次、認識変化点取りましょうか。お、取れるな。よし。書くことと知識の共有が可能なのに、コロニーの猿たちの能力が上昇。コロニーから生成される DNA が増加。いいですね。で、もう伝染力も上げたいんだよね。猿同士での感染力がまだまだ低いから。まあ、こっからですよ。人類はまだ200人しか感染してないけど、猿はもう3000人知的な猿。もう4000人。やべやべ
爆発的に猿の数がすごいことになってきた。もう9000人。やばい。こんなに一気に猿増えんのか。マジか。猿すげえな。まあちょっと、どうしようかな。この、猿自体の能力を上げていこうか。3万7000。すごい数の猿たちが、コロニーを移動するようになる。猿たちが計画的に移動できる。まだまだだな。伝染力？猿間での伝染が増加。うん、まあこれでいいかな。いや、でもどうしよう。この DNA ポイントの獲得をまず上げとくか。猿のコロニーを作ることで。西アフリカに広まった。よし。で、これによって、コロニー、猿の変異が増加。猿の集団が時間の計画とともに自動的にコロニーを移動するようになる。これつけとくか。猿たちがより離れた場所からでも移動できるようになる。天然の塗料を猿たちは自分自身に塗り始める。人間に発見されづらくなり戦闘能力が向上。これもいいな。伝染力もいいけど、まあでも猿間の感染を高めときましょう。これでいいね。まだ暑いところでしかまだ猿あれだけど、ここでもコロニー作るか。コロニーまだ作れないのか。猿コロニー作れないね今。まあまあまあ、オッケーオッケー、いいぞ。よし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 。あー、結膜か出血症状。まあまだまだまだ人類がそもそもそんなに感染してないから。ヒカキンは数千人に感染した。さらに広がっている。これだな。組織的旅行。猿のグループが長期間移動できるようになる。これ行こうか。猿が旅行できるようになる、これで。伝染力がもうちょっとな。よし。猿軍団、ちょっとこのアクティブ能力で、この猿の能力が、増加したね。これで、猿軍団、ここに行ってください。どうしようか。南アフリカとかこの辺を制圧するか。東アフリカ、スーダン、エジプト。渡りたいな、ブラジルに。ブラジルに旅行しろ、猿軍団。ブラジルに行けんのか、猿が。渡って。あ、でも猿たちがなんか海を渡ってる。泳いでんのか、こいつら。泳ぎ始めた。お、ちょっと待ってよ。感染能力。猿間での伝染と変異が増加。最低限の物理的接触でも、OK、これ行こうか。よし。あと猿のこれだな。猿が大暴れするようになるってやつ、欲しいよな。うん。ちょっと待ってよ。移動が行われないな。なんか水の中で戸惑ってるぞ、猿たちが。しょうがないか。これだな、研究所に捕獲された猿。これはまだいいかな。猿たちがより効率的に長距離移動できる。これにしようか。すげえ、猿が馬に乗ってる。陸上での移動速度は大幅に上昇。航海。猿たちがイカダを作成する能力を得る。これがないと多分、水渡れないんじゃないの。イカダ作っとくか。まだこれ多分ね、泳いでんだよ、猿たち多分。ブラジルに行くために。かわいいな。よし、リビアに行け、猿軍団。神経強化。あー、やばいな。ちょっと危険度がちょっと上がってったから、人類に警戒されるかもしんねえな。ただ、猿の数は1、10、100、1000万。もう45万猿いる。まあ、まだこっからよ。猿のコロニーをちょっとこの辺に作っといて。で、あとこれだな、航海だな。この航海の能力を得なければ。よし。航海の能力を得た。で、あとは伝染力だな。猿の物理的接触によりウイルスが手が触れただけで猿間感染を引き起こす。すげえな、それ。めっちゃすごいやん。まあ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 。よし、これでブラジルに猿たちが行ったぞ。知的な猿。はい。アメリカに行きなさい。いやでもアメリカはまだ早いか。この辺だな。インドネシアあたり行こうか。インドネシアあたりに冒険に行け、猿軍団。症状、発疹。まあまあ、まだ大丈夫だな。よし。猿間の、ちょっと、感染能力を高めとこう。そしたら上陸してもね。これかな？出陣化粧。あとは、どうしようかな。こんなもんでいいかな。
猿の偵察隊は他の知的な猿たちにコロニーの位置を伝達。猿たちがより離れた場所からも移住できるようになる。この辺も欲しいよな。猿の能力をとにかく高めていく今。よし、いいぞ。猿のコロニーができ始めた。西アフリカ、アルジェリア、スーダン、東アフリカ。とにかく、ここ大丈夫か？知的な猿の数。よし、猿の数が広まっていってるぞ。で、ここで人類から猿に移住してないのも、とりあえずこの猿を育てていこう。猿の数を。猿数をどんどん増やしていかないと。多分ね、猿の数がまだ足んないんだよ、全然。サウジアラビアで、サウジアラビアで コロニーを起こそう。関節。で、あとは、おお、だいぶ、コロニーの形成に猿の変異が増加。猿たちより離れた場所からでも移動する。あと戦闘能力が向上。これでいくか。それか伝染で猿間での伝染と変異が増加。OK。ウイルスは猿の糞内で生存可能になり、複製を行う意図しない猿間伝染の可能性。よし。これ完全に猿の感染力が増加した。猿間の感染力は。これで世界の猿に感染するんだ。で、伝染能力。よし。で、あとはこれだな。次、攻撃性上げるか。攻撃性を上げましょう。あと、寒さ耐性もそろそろ取っといた方がいいかな。あと、都心部でだな。都心部での、この、あと、この伝染でこの人間にも伝えていかないと、そろそろ。だいぶね、人間に発見されづらくなる。危険度がちょっと上がってるから、警戒されてるんだよな、もうすでに。さらぬ変異が増、うん、な、これにするか。この辺行く？よし、これ行こうか。症状はまあほっといても、まあどんどん上がってくからね。あとは能力で、この薬物耐性つけたいよね、次。次薬物耐性行こうか。ヒカキンが人間に感染拡大。いや、人類は全然感染してないんですよね、実は。ヒカキンがジェンシスの研究所から漏洩。もう遅えよ。猿のコロニーが完全に出来上がっている。あ、ヨーロッパにも猿の文明ができてるぞ。そろそろ。いいね。モンキーパニックになってる。研究所に捕獲された猿たちを救出。まあ、これだな。薬物耐性だな。薬物耐性をつけて、この辺もか。出陣化粧とかもこの辺も揃えたいけど、とりあえず猿間の伝染能力はもうかなり拡大している。よし。だいぶ溜まってきたな、ポイントが。ここで、これ行くか。猿の移住。うん。猿の移住能力を上げよう。で、ヒカキンは DNA ポイントをくしゃみ。まあまあまあ。まだいいだろう。まあこの辺もね、猿の数がポーランド、ドイツとかも徐々に増えつつある。インドにも知的な猿が増え始めた。コロニー欲しいな。知的な猿の数、増えてるね。オッケーオッケー。まだね、猿が全く警戒されてない。こんな、うわ、すげえ！ポイントめっちゃもらった。ウイルスが猿と人間の間効率的に移動、突然変異が増加し、一週間の伝染が可能になる。これ欲しいな。ただ、まだだな。まだ猿が強化されきってない。この辺りだな。よし、この辺りも。よし、この後に猿の戦闘能力を追加してから、猿と人間の間での感染を拡大させよう。まだまだ猿の感染拡大がまだそんなにって感じ。能力。よし、よし、いいぞ。猿の能力、初めての狩り。これあげとくか。まあ、猿もね、戦いが始まるから、そのうち。鼻血が出るようになった。HIV 以上の感染力。おー。ええやん。まあ、でもまだまだだな。寒さ耐性欲しいね。人類の数はどうなった？ヒカキンの中アフリカの発生源として猿を避難。おー。まあ、だって中アフリカも結構死んでるもんね。初めての狩り。それか寒さ耐性いくか。それかこっちら辺もう取り行くか。まだ早いかな。
猿の戦闘能力を拡張して、で、よし、行くか、人がブリッジそろそろ。ただ一気に攻めたいよな、攻めるんだったら。寒さ耐性もつけとくか、先に。あと薬物耐性プラスにもつけときたい。まあ、まだまだ、まだそんなに警戒されてない、猿が。ナイス。まあ、こんなもんかな、でも。だいぶ、26ポイントまで貯めよう。ヒカキン啓発デー。ヒカキン啓発デーとかやってる場合じゃないよな。あ、木は開発中、ちょっと待って。ここ、攻撃しないと。ヒカキンの木は開発。研究の維持と猿たちの外傷の高さのため、定期的な実験を猿の出荷を継続。いや、待て。これはね、ここでね、武装放棄する、猿の。インドネシアの猿、攻撃を開始しろ。1、10、100、1000万、10万人も猿がいればどうにでもなるだろう。そして、そうだな。隠密。いや、もう気づかれても別にいいな。猿の戦闘能力の向上させよう。で、これで、よし、次行く、人かブリッジ行く。で、これ攻撃、よし、オッケー。猿が破壊した、研究所。よし。あー、ま、もうちょっと足りんか。ヒカキンは DNA ポイントを使わずに、突然変異した。うん。結構もう致死性高いんじゃない？これ。ほら。蜘蛛膜下出血はしてるよ。出血性ショック。まあ、とりあえずほっといて進化してくれるからな。媒介物。能力。能力、これはまあいいかな、もう。やるとすればこっちつけてからだな。どうしようかな。まあ、あんまり時期を待ちすぎてもな。とりあえずコロニー作ってっか。ちょっと待ってよ。猿の今分布はどうなってる？猿の、インドの猿の数がなんか減ったな。ああ、これ猿殺されたのかもしかして。死猿が出たのか、だいぶ。それか猿が集まって移動してるだけなのか。知的な猿の数ちょっと減ってるな、猿数が。そろそろ、猿の惑星そろそろ行く？一十百千万。十万だもんな。そんなに、そんなにって感じする。うん、そんなにだな。もうちょっと猿の数が欲しいな。武装放棄したから。人類に感染してないんだよな、あまりここ。そもそも人間に感染してないから。感染させるか。そろそろ。感染開始だ。よし。これで、キワの開発ここでやってるの止めたでしょ？よし、行こうか。これ、猿と人間が感染していくぞ、どんどん。あ、もう開発始めたな。武装放棄しよう。壊せ。いいね、これ。壊すのいいね、このキワで。伝染能力拡大。空気感染。よし、感染力拡大していけ。よしよしよし、ヒカキンは世界に広がり始めた。いいね。この空気感染と水感染をなんか、なんとかしたいな。広めたいね。アメリカはまだ無理か。中央アフリカ国境を閉鎖した。そんなことしてももう無理ですよ。人類の数、ブラジル一人感染な。猿となんかエッチでもしたのか。この飛行機と水で、死人は出てない。あ、死亡者数がちょっと増え始めたのか。世界が暴力的な猿の発生に対応。まあまだ問題あるまい。うん。まだね、開発も、ろくに、ワクチンの開発も行われてないから余裕。ぶっちゃけ余裕説ある。いいぞ。あとはこのエアロゲルっていうなんかね、この水とか、船で飛行機で、ディスカバリーチャンネルとコラボ、戦術と社会構造に対する理解を深め、猿同士の絆を深める。え？猿がディスカバリーチャンネル出たの？頭のいい猿が。よし。猿の惑星を作り出すんだ。だいぶ死亡者数増えるんじゃない？
無人偵察機がブラジルの猿を標的にした。ふざけんな、移動しろ。まずいまずいまずい、移動開始しろ猿、逃げろ逃げろ。猿が全滅したら話になんないもんな。猿移動しろ、猿が殺されるぞ。よし、で猿が移動したから、これ欲しいな、薬物耐性に欲しいな。ヒカキンは死者数を急速に増加させている。薬物耐性に、これつけるか。よし、あの伝染力だな、この25ポイントをさっさと獲得しないと。よし、猿いいぞ。猿逃げ出した、逃げ出した。知的な猿全部逃げてる。あー、これ、行軍の際にコロンビアとかでこれ人類発生すんの、感染してんのか。いいね。特に武装放棄する必要はないか。ついにアメリカに猿が上陸したぞ。日本に猿は全然いない。日本まだ蚊帳の外状態だね。これで、まあ多少猿の数が減っちゃったのが気になるけど、まあしょうがあるまい。よーし、いいぞ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 。だってインドネシアでなんとかとか言ってたな今。あとあれだね、エアロゾルだね。大気エアロゾル微粒子大量発生。インドネシアで猿のコントロール単用と動物の保護、国民の保護を約束。いや、戦え猿のもん。インドネシアで残虐な猿の襲撃に衝撃。いいね。これでエアロゲル、エアロゾルを取って、でね、これ結構意識を失い死亡する。内出血、水頭症、失明、胃潰瘍。まあ、この辺なら肺出血はこの辺を強化していけば、まあ、殺せることは殺せるけど、まあ、能力はもう高めなくてもいいかな。陸地の移動はもういいし、暑さ耐性1個取っとくか。寒さ耐性プラス2も取っときたいね、これ。これ取っとこうか。サウジアラビアのジェネシス研究所の実験は猿不作に陥った。特に武装放棄する必要はないでしょ、多分。これだな、寒さ耐性プラス2が必要だな。41もいるのか。糞便を投げつければヒカキンを他の猿たちに急速に拡大できることを偵察中の猿が学習。ちょっと匂うが、猿間の感染が増加。いいじゃん。よし、寒さ耐性プラス2まで取った。暑さ1、まあもう暑さ1はいらないか。あとは致死、あとは、もう、ただただ倒していくって感じかな。よし、いいぞ。他は、あ、研究してんな、ちょっと待って。襲撃しろ。襲撃してる、襲撃してる。猿がアメリカで戦ってる。45万人の猿が戦ってる、アメリカで。やばいやばい、ちょっと待って。ストップストップ。インドネシアの猿がやられ、あ、マジか、インドネシアの猿やられたか。くっそ。しょうがねえな。移住しろ。日本だ、移住先は。日本に移住しよう。まあ、200人の精鋭の猿たちが移住してくれるはずだ。能力。まあ、暑さ耐性いらないっちゃいらないんだよな。症状で殺していくってのも一つの手だけど。どうしようかな。媒介物にするか。致死性を上げるか。まあこれだな。脅威上げてくか。これでいこう。よし。ああ、これ猿もったいねえな、インドネシアの猿。これ失敗だな。サウジアラビが崩壊し始めた。いいぞ。武装放棄し始めた猿たち。よし、攻撃だ、攻撃だ。武装放棄しろ。やべえ。文明が滅びていく。あ、でも、アメリカの猿がかなり減ってる。1万人ぐらいに減ってる。かなり撃滅したんだ、猿たちが。くそ。猿のコロニーが欲しいな。どこかに。知的な猿の数がそんなに。アフガニスタンに猿の新しいコロニーを作ろう。猿の絶滅を警告。おい、猿がやばい。猿の数が減ったぞ、だいぶ。まずいな。猿の惑星目指してたけど、まあ、日本にわずかに猿が移動した。いや、これ結構きついか？
緊急スピード大幅に低下。まあこれかな。あ、これで猿も死ぬのか。でもヒカキンは世界で風より、これ猿自体も感染してるから死生は上がるけどって感じか。猿の死者数が上げてしまった。ちょっと致死性上げすぎたかな。致死性上げすぎた説あるな。あとはそうだな、あとどうしようかな。これようやく韓国でも発生したか。猿がいないんだよな、この辺。北の方は北の国に、まあそれは雪国に猿なんかいないんだけどさ。やばい、アメリカだ。猿の死体がヒカキンの飼料に有効。日本に猿が1900人上陸したぞ。いいね。まあ日本にも1900匹ぐらいいるのか。伝染力この辺強化しとくか。まだちょっと足んないよな、感染力が。ヒカキンのキュア開発が 25% 完了。待て、戦えないかこれ。なんとかここ襲撃してあげたいけど、襲撃するためのフィリピンに襲撃するためのものがないな。症状脳髄炎、これ行こうか。非常に致死性が高い。もう積極的に倒しに行こう。敵を、敵だ人類は。南アフリカは無政府状態だ。この辺とか猿の楽園になるはずなんだけど、猿すらもいないんだよね。もう人類もだいぶ死んでるな。もう死滅してる、かなり。猿も死滅した。もう何も残んねえじゃねえか、これじゃ。これじゃ何も残らんぞ。猿の文明の起こりが、まあ、スーダンで唯一猿が多少満単位に生き残ってるぐらいか。日本人はどうなった？日本人どんどん死んでる。一十百千万十万万、日本人に2000万人死にました。誠ですか。症状どうしようかな。もう致死力がどうこうって話じゃないよな。だから研究速度が、なんだなんだ、なんか爆発したぞ。猿が全滅した。マジか。ただもう遅い。だグリーンランドがな、グリーンランドに猿を移住させるか。猿最後の行軍だ。方針を返しろ猿軍団。最後の猿たちはここか。よし、グリーンランドに行け猿。まだ感染してないな、グリーンランドだ。この辺大丈夫か、人類。ちょっと待って、この辺感染してないね。よし、ノルウェー、スウェーデンあたりに行かないとダメだな、これ。世界の研究機関が専念している。うるせえ。ロシアは、まあ大丈夫か。他感染してないのは、まあ、グリーンランドぐらい。よし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 、ノルウェーでも感染したな。ヒカキン、キュア開発完了。待て、それは許さん。これするか。よし、これで、キュア開発を遅らせることができるはずだ。よしよし、40% まで減らしたぞ。あとはこれだな、グリーンランド上陸作戦だな。なんだこれ。あ、ここで作ってんのか。ちょ待て、武装放棄しろ。破壊しろ、キュアの開発。日本でやる気か、次は。破壊破壊。破壊したか、大丈夫？破壊できてないか、これ。キュアの開発。感染者数1、10。まあ、グリーンランド、あとは、滅せば、終わりっちゃ終わりか。症状。研究スピード大幅に。失明させるか。失明させ、研究スピードを下げさせよう。よしよしよし。猿のコロニーが誕生したぞ。カナダやべえな。なんか、猿の数がまだ残ってるところないか。あー、日本の猿軍団が壊滅したぞ。なんてことだ。スウェーデンなんかまだあんまり人間と、なんかそんなにスウェーデンなんか厳しいな。中国もきついね。中国厳しくね。よし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 。グリーンランドに金が上陸した。これで、どうしようかな。どれで行こう。まあこれで行こうか。病原菌、
陸上での伝染力。まあ伝染力も上げていく感じだよな。どうするか。おおちょっと待て、武装放棄しろ。攻撃開始だ。いやもう猿軍団がもう少なくなってる。だいぶきつい。鳥2やるか。いやこれだな、接触感染だな。よしこれで、これなんとか頑張りたいところだ。よし DNA ポイントも獲得した。もうかなり感染力拡大したと思うんだけどな。よしいいぞ。これでこれでなんとかならんか。人類は、あ、感染者数徐々に減ってるぞ。なんかいや猿数が減ったからか。いやマジか、猿の数が減ったから同時に感染者数が、あの感染者数、あー増えては減り増えては減りって、やっぱ致死性が高いとな、すぐ死んじゃうんだよね。感染してもすぐ死ぬようなウイルスだったら、やばい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 。移住しろ、カナダだ、カナダに移住しろ。やっぱ感染してもすぐ死ぬんだよ。いやーやっぱほんと蔓延させてから致死性を発揮すべきだったか。いやーちょっとしまったな今回。蔓延させるべきだったか、先に徐々にこう感染者数はいるけどって感じだね。治療薬の開発も進んじゃってるし、だいぶ許すな。攻撃しろ。攻撃できる猿がいないのか。いやー猿も死にすぎたな。やっぱりグリーンランドも感染者数少ないしかなる。いやこれはこれは誤ったな。先に感染能力を上げなかったのがミスだ。あー木は開発されてるし、マジか。いやーちょっと次だな、ちょっと次頑張るわ今回はね。でもね、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、億、10、40億の人間が死んだぞ。ヒカキン根絶マジか。あーヒカキンが根絶される。40億しかやれなかったか、半分だな。ヒカキンは根絶された。ちょっと次だ、次頑張ろう、次行く。ということで、今回はちょっとできなかったね。致死性上げすぎたな、いきなり。ちょっと次はもうちょっと冷静にいこう。ということで、くんでした。また次回。